続きまして本日のセミファイナル赤コーナーより西行隆之入場。そうですね、まあ一言でまとめると真面目にやれっていうことなんですけど
さあ、行ってる間にもし合いは進んでいきますね。さあ、腕の取り合いでした。そうですね、はい、まあ、これって意外と選手の個性も出るし、こうテクニックが、そうですね、はい、おっと、また面白い返し方。そうですね、さあ、ヨーロッパのような、ヨーロッパですね、はい、これラインカシャーだったり、そういったテクニックですよね。返せ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 。おっと、また真面目込んで、これは足をうまい、おっと、うまい、合わそうとしたような、そうですね、はい。さあ、そしてそのまま腕を固めてフォール。さあ、腕を固めながら押し付けてフォールも狙っていきますね。スタミナも消費させていく陣光寺選手。さあ、首根っこの腕を捕まえて叩き、奥に上げて、さあ、ロープに振っていく。さあ、ロープに振ってショルダータックル合戦。さあ、ロープに走ってタックル。さあ、2個目のぶつかり合うのが効きますね。さあ、タックル、タックル、どっちが倒れるか。さあ、タックル。おっと、しかしたら西行選手珍しいですね。古い古い、そしてタックル、負けないのかよ。あ、負けんじゃ強いですね。あっと、おお、なんかちょっと今キス狙ったんですかね。慌てて回避しましたね。そうですね、はい、何してるんだよお前よ。いや、だからリップロックすごく聞いたろお前よ。言ってねえよ、スナイパー圏内決めた。知らねえよ。はい、ジン。さあ、なんでしょうね、実況席から言うのですね、真面目にやれっていう一言が出てきてしょうがないですけど、このリップロック見たい気もするんですよね。そうですね、どんなものか、腐女子が大喜びするやつですね。あ、そうなんですか。あの男性同士の接吻ですから、はいはいはい、はい、まあ江戸時代だったら常識ですからね。そう、あ、まあそうですよね、はい、はい。さあ、しかしながらですね、珍しいのがこう一歩、あっと、うまい、うまいっすね、うまいっすね、はい、はい、テイクドロップ、うまいっすね、はい、おー、しかしチョップ。さあ、負けに強いですね、チン選手。そうですね、ちょっと言うに立って、さあ、コーナーソー返されて、さあ、しかし、エルボー、三角飛び式のエルボー。そうですね、これが一応チン選手の流れっていうか、その自分のペースを握る。そうですね、しかしならやっぱ西郷選手何しでかすか分かりませんからね。そうなんですね、それ見えるんですよね、はい、ペースを掴んでおきたい。さあ、フラッシングエルボー。さあ、華麗な動きからフォール、ワン、ツー、カウントはツー。そうですね、こうやってチン選手はですね、自分のペースにはめちゃえば、相手がやることをできなくさせれば、そうです、はい、もう何かしでかす前に殺すっていう、お決まりと一緒ですよ。そうですね、はい。さあ、これは強力な首を持ち止め。そうですね、はい、相手のスタミナをジワジワと奪っていきます、ね、西郷選手、ちょっと動けないですね。だからね、この首を生んだったら、はい、西郷選手はどういうトリッキーで返してくれるのかなと、そうですね、ワクワクしていいんですよね、今ね。しかしながら、ここは結構なんかブレイクの方ですかね、ロープを返しますね。あ、ブレイクですね、はい、首を持ちって、返し難しいですよね。そうなんですね、はい、相手の方がやっぱ首を抑えられると人間動けなくなっちゃいますから。そうですね、はい、さあ、おっと、人工知能狙ってスーパーキックキャッチして、膝、膝、膝へのエルボー。さあ、さらに、おっと、すげえ、こういうの初めて見ましたね。そうですね、膝へのなんて言ってるんですか、エルボードロップ。そうですね、はい、しかも立ってる相手ですからね。そうなんですよ、はい、だから、ああいうのって初めて。あと、これは特段のマササキですね。そうですね、はい。さあ、2016年にマササキですよ。いや、俺も結構使うから、そして、さあ、倒れ込み式のまた先。さあ、股関節は大丈夫か。おっと、足へのちょっと膝の方に行っちゃいましたね、はい、そうですね、陳選手、ちょっと膝を気にし始めましたね。さらに、足を固めて、わあっと、膝へのローキック。あ、ちょっと指だなと。トリッキーなことするけど、えげつないこともしますね、最後の選手。真面目にやれば、ああいったことを見せてくれるんですよ。そして、おっと、足への DDT。あー、すごいっすね、はい、見入っちゃいますね。そうですね、はい。さあ、そして、おっと、これは何をやってるんだ。さあ、起き上がらせて、コーナーですかね。いや、これは、おっと、これは逆さ釣りですか。逆さ釣りですね、はい。さあ、おっと、コーナー。さあ、おっと、膝へのパンチ。さあ、天竜です、天竜ですね、天竜銀一郎ですね。さあ、そしてトリック膝。いいっすね、溜め声もいいっすね、はい。こ
俺ちょっと膝に天竜源一郎ムーブやると初めて見ましたね。だからやっぱ最後に何をするか分かんないから。そうですね、びっくり箱のような選手ですね。そうですね、はい、そしてさらに膝を固めてクロスして、はい、変形のロメロサガラの形ですかね。さあさあ起き上がらせて踏みつけた。屈辱的なものですね。そうですね、とか言ってるとですね、気づいたんですけど、気づいたら西行選手のペースになってます。そうなんですよね、はい、やっぱり すごいですね、やっぱり、はい、さあそして今度は何を見せてくれるのか西行隆之。あとしかしエルボーをかわして、あっとデュランダル、きれいですね、はい、ボールワンツーカウントツー、綺麗にまとめますね。ちょっと陣光選手が息も絶え絶えていった感じに見えてしまいますね。そうですね、はい、ちょっと走る、おーっとして失敗。さあタックルで後輩追い詰めて、さあタックル、ショルダーを出っ放い打ち込んでいく、さあナックルを一発入れて、さあカッ、さあ2段目の手、さあナックル、ナックル、おーっとして、はい、さあちょっとこれで、あ、最後選手聞いてますか。微妙ですね。あ、しかしながらダブルアームの体勢、タイガーが、おっとタイガーはやっぱり避けてますね。さあ、ここからローリングクラッチホールド、ワン、ツー、カウントツー、うまいですね、相手のも。最近ね、人工事、はい、タイガーが通用、持ち上がらないなと思ったら、おっと、やった、そうだと、ね、ワン、ツー、カウントツー。さあ、試合の方が激しくなってまいりましたね。そうですね、はい、そろそろなんか、そろそろなんか嫌な予感が。そうですね、さあおっと、おバカにしてますね。おっと、オケを決めてバカにして、さあ、ね、さあ、オケ上がる最強に最強になっているの人工人スーパーキック。さあ、あーっと、やっぱりただでは死なないぞ、あの男。お、あ、入ってませんね、水ですね、今水です、水ですね、はい、はい、しかし、円髄で何も流れましたね。よくフラフラの状態でも、チームだけは。そうですね、さあ、そしてこれはタイガードライバーさん、さあ、さあ、おっと、しかし、股をくぐって、おさあ、急所パンチ。あ、そういう受け方あるんですね、初めて見ました、はい、内股だとアピールしてましたね。さあ、ボールの抜け穴をかいくぐって、さあ、西行隆之が攻めていく。さあ、おっと、これはキルスイッチですかね、キルスイッチですね、あ、キルスイッチの体勢から、おっと、ヘッドロックだよな、これは新しい、これはすごい。あー、これだから、チーム知らないものだから、受けるもんないっすよ。そうです、なんか面食らってる感じしますもんね。そうそうです、だからもう気づいたらもう頭打ってますからね。おっと、出ますよ。あー、なんだなんだ、椅子だ椅子だ。さあ、椅子を、椅子を膝に置いて。さあ、青っぽのチーム、うざいですね。さっきからレフリーうざいですよね。さあ、レフリーを捕まえて、あーっと、膝やろ。ダイビングヘッドスタンプですね。いやー、あの選手おちゃらけてますね、マジでエグいですね。そうなんですよ、はい、なんだこのギャップはみたいな感じなんですね。そうですね、10分経過、10分経過、さあ試合が10分経過。さあ、ジーン選手の膝が本当に心配、さしてビクトル式か、ビクトル式の膝固めて、さあ変中止じゃないですね、そうですね、韓国ですね、韓国ですね、はい、さあ韓国だから、そして相手をおちょくるような王子ポーズ、王子ポーズ出ましたね、王子ポーズ。これは肉体的と精神的と2つ引きますね。そうですね、ただしですね、あのポーズは威力には関係しないんですよ。そうですね、結局痛いのは足ですから、そうなんです、上半身が空いてるだけですよね。あっと、チョップ、チョップ、チョップ、背中へのチョップ、連打。しかし、話の選手ね、そうですね、やっぱり優勢なのはやっぱり最後選手ですからね。そうですね、はい、やっぱりさっきのダイビングとかもかなりエグかったですからね。そうですね、あと一気変わってきますからね。ちょっと止めることを考えた方がいいかもしれませんよ、はい、でもやっぱりね、はいはい、世界のレンジはやっぱり人工でやっぱトラスキックがやっぱりメインなんですね。うん、そのあとタイガードライバーも踏ん張るのに足つけたんですよね。大技はやっぱりもうその踏ん張りがあるんで、はい、さあ、そしてさらにコーナーに乗せましたね。これは乗せましたね、はい、さあ、これは見せてくれるか。さあ、膝のアピール。さあ、さあ、対角線から走り込んで、ラスト一角切りですかね。そうですね、さあ、これは厳しい。さらに、勝ち上がるんですよ。攻撃的ですね。似合いますね、はい、さあ、一度で二度おいしい感じが、あっと、神風になりましたが、バックドロップ。そうなんですね、あ、目を覚めるようなバックドロップ、珍しいっすね、はい、もう一発。さあさあさあ、これは出るか。さあ、これが出れば勝てるか。さあ、タイガードライバル対戦、しかし耐える耐える、膝を
おお、すごい来た。やはり王子ですわ。そうですね、王子ですか、やっぱり、いや、気づいたんですけど、西行選手、かなりタイガーマイマイに対して対策してきてますね。してますね、相当してますね。さあ、リップロックが乗ってきたなんて、今おさらく言いましたが、これ勝ちにいってますよ、完全に。そうですね、はい、どうもあのリップロック、ペイント臭いですね。そうですね、さあ、あちょっとやります今の、ね、はい、さあ、ホッサー訂正します。勝負にも勝ちたいし、キスもしたかったっていう贅沢なことですね。ぶち切れてます、ぶち切れてますね。さあ、さあ、西行選手に誤算だったのが、その相手の怒りで威力が上がっちゃうっていう。そうなんですよね、はい、ちょっと考えてませんでしたね。意外と、あれですね、モロハンツリーですね。そうですね、さあ、怒りを買ったぞ、西行貴之。さあ、フラフラ、気づいたらフラフラですよ。そうですね、さあ、スーパーキック、ああ、すごい、うまい、これはうまい、はい、さあ、膝には膝向いたお返しって感じですかね。そうですね。さあ、そして、これは出るか。さあ、タイガー、カウントは2、珍しい、くどめしですね。そうです、あ、なるほど、あの、いわゆるおっちゃんこするやつですね。そうなんですね。さあ、さあ、決めるか。さあ、人工子が最後の劇を持ち上げて突き刺した。エメラルドクロージョン、おっと、やし、まだか、まだですね。さらにダメをしてきた、これは。さあ、エルヌド、さあ、終わりと宣言して、やだ予感がする、やだ予感がする、私とってもやだ予感がする。さあ、勝負はいけるか、よろしく、アメを降らして振り付けた。最後死んだ。変わりましたね。せっかくあの太陽選手の流れだったので。